こんにちは、アキラです。今回なんですけども、シーズン8最速でコンテンダーリーグに行く方法を解説していきたいと思います。アリーナポイントがリセットされて2日が経つんですけど、だいたい6、7時間ぐらいで、コンテンダーリーグ行くことができました。はい。なのでですね、今回はこのアリーナポイントリセットされてからの僕の、経験をもとに、最速でコンテンダーリーグに行く方法っていうのを解説していこうと思います。アリーナポイント稼いでいきたいとか、早くコンテンダーに行きたいという方はこの動画をぜひ最後まで見ていってください。そして今回話す内容が面白かった、ためになったという方はぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方お願いします。では早速アリーナで解説していきたいと思います。クリエイターサポート AKIRA285 よろしくお願いします。はい、ということで早速解説の方やっていくんですけども、一応今回はね、ソロアリーナの立ち回りっていうのを解説させていただきます。ですが、これ僕の経験上、今シーズンのアリーナポイントの使用を考えたら、デュオかトリオが一番効率よくポイントは上がるかなというふうに感じてます。はい。まあ、やっぱりね、デュオとかトリオの方がキルをガンガン取っていけるんで、本当にね、最速でコンテンダーリーグに行きたいっていう方は、相性が合うような人とデュオとかトリオやってガンガンポイントを稼いでいく方がいいかなと思います。ただ今回はね、誰でもできる立ち回りということで、ソロの方でね、解説をしていこうと思います。はい、ということで早速ね、降下場所の方から話していくんですけど、降下場所は基本的にオープンリーグのうちは町寄りをした方がいいかなと思います。はい。まあ、これ理由としては、オープンリーグの時ってバス料金がほとんど0ポイントとか10ポイントとかなんで、初動詞してもポイントってあんまり減らないんですよね。なんでそれだったらもう街に降りて初動からバシバシキルを取っていった方がポイントっていうのは上がりやすすごいな上がりやすいんで、街降りするべきかなというふうに思います。で、一応街降りするときはちょっと僕何も考えてなかったんで、今回めっちゃ効果しくっちゃったんですけど、街降りするときっていうのは基本的に空から見える武器に降ります。例えば今回で言うとこのポンプショットガンとかね、武器を取った後は、速攻を越えたね、建物の中に入って車線を切って建物の中を漁っていくっていう感じの立ち回りをしていってください。こうすることによって、初動武器がなくて負けたとか、初動資材がないときにアサルトでレーザーされて負けたっていう危機っていうのを回避することができるんで、基本的にはね、外に見えた武器を取って建物の中に入り車線を切るっていうことをやっていただければなと思います。で、今回はね、ちょっと初動敵がいなかったんで、初動の対面の話っていうのはできないんですけど、基本的に初動敵と対面するときっていうのは、建物を使ってボックスファイトに持っていくべきかなというふうに思います。まあ、これの理由っていうのは、初動っていうのは基本的に資材がないので、建築バトルとかに持っていくとマジで、対面の勝率っていうのが下がってしまいますし、漁夫が来たときに対応が全くできなくなっちゃいます。なので基本的には、建物をうまく使ったボックスファイトっていう戦闘に持っていってあげると、かなり生存率、勝率っていうのは上がっていきます。はい、とまあ初動はこんな感じの立ち回りというふうになっております。まあ、とりあえずね、本当に最初のうちはアリーナポイントが下がる恐れっていうのがないんで、対面でキルポイントをね、取っていくべきかなって思います。やばない？ボックス。どこ行った？なんか変な倒し方しちゃった。ごめんなさい。はい、ということでね、まあ初動の立ち回り解説が終わって、実際に中盤の立ち回り解説に入っていくんですけども、その前に一つね、シーズン8のアリーナポイントリセット直後から新要素が追加されたんで、その新要素について話していこうかなと思います。はい。一応今回ね、追加された新要素で結構熱いなっていう風に僕が感じた要素は一応2つあって、1つ目はね、今相手持ってるんですけど、このチャグスプラッシュが追加されたのはめちゃくちゃ熱いかなって思います。まあその代わりね、チャグランはなくなっちゃったんですけど、このチャグスプラッシュっていうのは、こんな風に自分の地面とか近くに投げてあげることで20体力を回復することができるっていうアイテムなんですよね。まあ多分皆さん知ってると思うんですけども、ピンチの時とかに最速で
体力を回復してくれるし、6個持つことができるんで、体力を一気に120回復することができるアイテムとなってます。持つべき回復アイテムの優先順位としてはめちゃくちゃ高いんで、チャグスプラッシュは絶対に持ってあげるアイテムかなと思います。でもう一つ追加された要素でめっちゃ強い要素があるんで、それも話していくんですけど、なんかカラスって飛んでたじゃないですか。あのカラスが実はアップデート後から紫武器とか落としてくれるようになってるんで、カラスとかはね見かけたらもう速攻倒しに行ってあげるべきかなって思います。もうマジでね絶対倒すべき、超おすすめです。ということで新要素についても軽く話していったんで、次はねアリーナ中盤の立ち回りを話していこうかなと思います。で中盤の立ち回り、中盤の立ち回りはですね、一応コンテンダーに最速で行くっていうことを考えたらイモルノがね一番いいかなって思います。まあこういう風にアンチに入ってる建物を適当に見つけて、まあこういう風に建築広げてあげて、こんな感じかな。で屋根の中でイモルみたいな、こういうことをねしてあげるのが一番効率よくポイントは上がるかなと思います。はい。まあ理由なんですけど、まあ、アリーナポイントがリセットされた直後の今ってもうキルムーブの人たちめちゃくちゃ多いんで、あの中盤結構その辺うろちょろしてたらサクッとやられちゃうことも多いです。まあ対面練習のために中盤もゴリゴリ対面しに行くっていうのもいいと思うんですけど、ポイント効率を考えたらどっちかっていうとこういうねアンチの中の建物にイモるっていうのが、まあ、一番効率はいいんで、中盤をね、イモってポイントを稼ぐっていうことをやっていただければなと思います。まあ、一応僕は対面練習をバチバチやっていこうっていう意思があったんで中盤は全くイモらなかったんですけど、まあ正直イモって順位をちょっとでも稼いだ方がポイントはマジで上がります。で一応こういう風に建物の中にイモるメリットなんですけど、こういう風に建物の中にイモるメリットっていうのは、もしね敵がこの建物に来て、戦闘になった時もすぐにね、ボックスファイトに持って行ってあげて、自分がそこそこね不利じゃない状態から戦うことができるっていう意味があって、建物の中でこうやってボックスを広げるイモり方を皆さんにお勧めしてます。はい、一応次のアンチも入り続けることができたんで、まあしっかりとイモっていきます。はい。まあ今第4ストームかな、第4アンチなんですけど、まあ残り5人っていう感じです。はい。ポイントリセット直後っていうのは本当にめちゃくちゃ人の減り早いんで、終盤まで生き残っていきましょう。はい。ということで、とりあえず、イモルノも飽きたんで終盤戦解説していきたいと思います。はい。一応こんな風に終盤まで来てしまったら、もうそれはねもうビクロイを狙って、待って、エミオすぎだろマジでやば、ビクロイをね狙ってあげましょうっていう形になるんですけど、一応終盤戦の基本っていうのを先に話しておくと、先にアンチ移動する。で、アンチ移動した先からアンチ移動してくる敵をこんな風に狙ってあげる。で、ラスト 1v1 の状況っていうのをなるべく作らないようにするために、終盤戦は漁夫を意識して立ち回っていく。まあこれをね、意識していただければ、基本的にビクロイっていうのは取りやすいんで、これを意識して終盤戦を立ち回ってみてください。まあ今回ね、僕それを意識して実際にやっていくんで、まあ参考になるような立ち回り、頑張ってやっていくんで、見ていってください。あ、この状況。こういう風に3人の状況になるべくしてあげた方がいい。うん。で、アンチの最先端移動ね。で、こういう風に残り2人をね、戦わせた方がいい。うん。もうノーヘイト、ノーヘイト。で、こういう風にね、後から移動してくる敵を漁振ってあげるみたいな。これだけでね、本当にビクロイの確率っていうのはめっちゃ上がります。で、ハイグラいけるかなって思ったタイミングで、ちょっと待ってね、ハイグラを意識してあげた方がいいんやけど、今回みんな高いっすね。よいしょ。あ、一人やられたな。じゃあラスト 1v1 か。多分このブッシュの中おるよな。俺武器めちゃくちゃ弱いんだよな。でこれ 1v1 になってしまった時はもう正直頑張るしかないんで、頑張りましょう。
なんか勝ったんやけど。ちょっとね、ラストあんまり締まらない感じのビクロになったんですけど、こういった感じに立ち回っていただければ、アリーナポイントを効率よく稼ぐことができます。はい。ということで、今回の動画が面白かったためになったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方お願いします。ではまた次回の配信か動画でお会いしましょう。ありがとうございました。